お願いします。写真お願いします。はい。元気だったか。あったかくなったから、ちょっと元気。こんばんは。時刻は10時を回りました。ちょっとストリームの時間です。お相手はユニット系の関東ターキーと、はい、FM ギアスタッフの山崎がお送りします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ですね、この放送はサイマル放送もやっています。リスンラジオで FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページにも再生ボタンがあります。完全に同じ放送をお楽しみいただけます。スマホでお聞きの場合は無料アプリリスンラジオで聞いてください。全国のラジオ局から九州沖縄をクリック、 FM ギノワンを選曲していただければ、ご視聴いただけると思います。それではもうとっとと今週のミュージックバー F のライブ情報いきたいと思います。ミュージックバー F、 FM コザの道向かいにあります、はい、ミュージックバー F のライブ情報をお届けします。まずは18日、1月18日水曜日、明日ですね、ユニット系ライブ、オープン21時、ライブスタート21時30分、ライブチャージ500円です。翌日、19日木曜日、日賀義弘定期ライブ、オープン21時、ライブスタート21時30分、ライブチャージ500円。続いて金曜日、ローリーライブ、オープン21時、ライブスタート21時30分、ライブチャージは2000円です。そして翌日の土曜日、今週土曜日ですね、ヨナハランライブ、オープン21時、ライブスタート21時30分、ライブチャージが1000円。それからこれは来週になりますけれども、24日火曜日、新年弾き語り合戦ということで、勝美、新、宗介、屋良匠、セリカ、出根フロックスという6組が出て、オープンが20時30分、ライブのスタートが21時、ライブチャージは500円となっております。はい、以上が今週、そして来週火曜日の、ミュージックバー F のライブ情報になります。はい。うん。1週間早いですね。早いね。ね。早いけど、この間何やったかは覚えてないですけどね。この間何やったかは覚えておりませんけれども、今ね、F のライブ情報でもお届けしましたけど、明日水曜日ユニット系ライブらしい、はい、ライブらしい、僕たちらしいじゃないライブですね、うん、ユニット系ライブやります明日ね。ミュージック、コザの、FM コザの道向かい FM、 違う、コザの道向かいのミュージックバー F、 はい、何回も言ってると何言ってるか分からなくなりますね、はい、失礼しました。でですね、ライブの方僕たちさせていただきます。お店のオープンが21時、ライブのスタートが21時30分、ライブのチャージは500円で、ドリンクはだいたいソフトもアルコールも500円ですかね、になってますね。平均というかほぼ500円ですね、となっております。でライブ自体はですね、要は夜の9時半に1ステージ目、私が始めて
でそれから少し、何時ぐらいかな、10時から、半の間にね、10時半の間に第2部を、で10時半から第2部ですよ、半から第2部、第2部です、うん、はい、僕が10時から始めて、何事もなく、お客さんもいなければ10時には終わってお客さんがいらっしゃる場合は、ね、あの 10時15分とかね、20分ぐらいまで知らず知らずにやってる時がありますね、うん、そうだね、でやりまして、それからちょっとお休みして10時半から第2部があって、だいたい11時ぐらいで通常は終わるんですけども、うん、それでもその時間から入ってくる人が結構いたりするので、の場合には第3部があって、最終的には12時ぐらいに終わるというような感じでライブをさせていただいておりますので、もしねお時間とかねご都合合う方いらっしゃいましたら、遊びにいらしていただければと思います。寒いね、ここは暖かいけど、うん、さっき寒かったね、さっき寒かったですね、クーラーかかってるし、FM 講座クーラーかかってましたクーラー、あーと思って、クーラーかかってるねって言ったらね、あの塩素さんがちょっと温度を上げてくれましたけども、寒いです。沖縄ね結構寒いというかね、冷えております。内地からご覧の皆様はね、もう九州の方でも雪降ったりいろいろしてますので、全くねこれぐらいは寒いのうちに入らないと思いますけれども、うん、14度でした今日ね、今日の朝14度でした、今朝14度ね、もう14度っていうのはねありえないと申しております、うん、寒いです基本 T シャツしか着てませんからね、やっぱ寒いですよ、ね、それがまずかったかな、うん、やっぱね T シャツしか着てないとダメですよね、振るなっていきなり振るなって、そうそう T シャツしか着てないのはまずいっすよ、やっぱ寒いよ、ね、はい、ということでちょっとグダグダになってしまいましたので、この辺で、CM まずいきたいと思います、はい、俺先週休んでないですよね、はい、先週来てます、来てますよね、はい、先週何やったかが全く覚えてないですけど、いつは前かけた、あ、だから前かけましたね、かけて結構すごいダークな後半これ で終わっちゃったよね、あとあれですね、クイーンのレディオガがちょっとかかり、あれ語りましたね、ですよね、ちょっと語って、当たり障りのないように、はい、で日本語も歌ってるって話もしました、ですよね、それをかけたところで、あ、切れたんですよね、そうそうだよね、ちょうどあれ聞けなかったですね、はい、そうです、ね、あ、そういうところでしたね、ですですよ、じゃあそれからいきましょうか今日、あ、それからいきますか、曲名何でしたっけ、手を取り合って、手を取り合って、これ B… どうしようかな、 BGM に入れといて、そうですね、 BG で、CM 聞けないからね、うん、代わりに歌わないとね、今夜の予定はと決まったかい、ここ本物か、 FM 小座向かいミュージックバー F、 はい、5秒前です、はい、4、3、2、はい、ということでね、ちょっとストリーム今週も始まりましたけれども、このね、あの先ほどミュージックバイフのライブ情報で、紹介はしなかったんですけども、先週も言いましたね、うん、あの今月の27日、はい、27日にですね、金曜日なんですけれども、サツキ&ランっていうライブがあります、はい、このランっていうのは与那覇ランさん、
ね、うん、今週の土曜日、ライブをする与那覇蘭さんで、ランラムさんじゃないですよ。ね、ランラムさんのランさんではありません。面白いね。面白いか。うん、とさつきさんというのが誰なのかというとですね、皆さんね、チューチュートレインという歌はご存知だと思います。今エグザイルの皆さん、今っていうかね、うん、まあ、最初の頃エグザイルの皆さん歌ってました、チューチュートレインですけど、その前、要はエグザイルの皆さんがまだズーっていうグループね、うん、にいらっしゃる時の、その時の曲なんですよね、はい、逆に言えば、うん、ズーから別れてエグザイルなんですよね、うん、一番最初がね、そうそうっていうことなんですよね。でこのさつきさんっていうのがそのズーのボーカルですというかでした、うんうん、で、そのズーのボーカル、要はチューチュートレインオリジナルを歌ってたさつきさん、うん、と今週の土曜日に、F でライブをやります与那覇蘭さんが、うん、2人でライブをやります。去年楽しかったよね。去年すごかったですね。僕行けなかったんですけど動画見せてもらったんですけどね、うん、よかったよ、チューチュートレインギターであんだけ弾けるのというか、一本であんだけ表現ができるんだと、うん、そして、さっきの FM 小座でも言ったんですけど、うん、なんていうんですか、このチューチュートレインが出た年、うん、っていうのもう25年ぐらい前らしいですね。あ、そんなになるかな。そんなになるらしい、うん、だけど25年経ってもさつきさんの声全然変わってない。変わってないね。 CD と同じすごいよね、うん、びっくりしました。それって、でこのね、ズーの元ね、ズーのさつきさんとランさんのライブ、これが、ミュージックバー F の方で今月の27日金曜日に、あります。もちろんね、チューチュートレインも歌ってもらえると思うんですけど、うん、オープンが21時、ライブスタートが21時30分、要は夜の9時半ですよ、うん、そして気になるライブチャージ、そうそう、1500円です。安いんですよね。ね、1500円、1500円でなんかね、あんなに間近で見れるっていうのはね、うん、すごく嬉しいことであると思います。男らしいさつきさん、そう、とっても男らしいさつきさん、こんなに男らしいって言っていいのか、殴られんからね、ね、さつきさんとランさんのライブもミュージックバー F の方でありますんでね、お時間ある方はぜひいらしていただきたいと思います。さあ、ところで先週、クイーンの話をしてたんですけれども、これは僕のね、個人的なねあれですけども、あ、ちょっとごめんなさい、ツイキャスだとそのまま流れるのね、ズーカーということで丸石さんからコメントいただいてます。ありがとうございます。ズー、そうです、ズーです、ズーのさつきさんですが、今度ね、コザのミュージックバー F の方でライブされますんでね、うん、その告知をさせていただきました。でね、今 BGM で流れてるのが、クイーンの手を取り合ってという曲なんですけど、そう、先週ね、うん、クイーンってとっても日本が大好きなんだよっていう話をして、そうそうそう、ね、じゃあ最後に聴いてくださいって言ったらサビに行くところで放送が終わったっていうねなので、今日リベンジ、そう、リベンジでちょっとね、今日ね、バックの方で流させていただいております。ちょっと聞いてみましょうよ。ちょっと聞けますか。もう終わるんじゃない？まだあります？はい、今回も完全に終わりましたね。なんか縁がないね。ね、見事にね。終わったって感じですね。もう今週もエンディングそれやってもらっていいですかね。あ、わかりました、はい、お願いします。それでね、うん、本当にまさか綺麗に曲が終わってしまうとは思わなかったですけどね。いい感じだね。いい感じでしたね。いい感じに終わりました、はい、ということで、まあ、この番組ですね、音楽の話だったりですね、あとは皆さんからのどうでもいい話、そう、多分人に言ったって聞いてもらえないだろうなとかね、相手にしてもらえないとおかしいですけどね、なんかふーんって流されそうなこと、うんね、だけどなんか納得いかねえみたいな部分をね、コメントメッセージで送っていただけると、それを無理くりなんか突っ込んで話を
できる分はやりたいと思いますできないものはこっちでもスルーする可能性がありますんでね、とりあえず送ってみてください。はい、ということでね、先週は逸話前見だったんですよね、はい、後半ね、そう後半逸話前見、うん、暗いね、暗いというか寂しいね、寂しい曲でしたね、全体的にね。そうかな、寂しかったよ。なんか寒い時にはなんかいいんじゃない？確かにね、寒いっていうイメージは出ます、うん、イメージは出るんだけど、うん、そのなんていうのかな、寒くなりすぎる、あちょっと凍えそうなね。でも、うん、先週もお話したんだけど、はい、要するにほらあの中島みゆきさん方とかだと、はい、ズドーンと落とされるじゃない。伊沢さんは心にちょっとほらあの切ない感じがね、そうそうそうありますよね、うん、だからなんかだん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 こう締め付けられていくようなね、このでも落とされることはない、うんうん、だけど苦しいよね。あ苦しい、うん、ほらね、バックでかかってんじゃん、もうそんなこと言うから。はあ、いつか二人で歩いたこの道をちょっと待って、今週もいつあまみで行くわけじゃない。いやいや一応でもやっぱりなんか好きだからさ、聞いてしまうよね。わかりますよ、好きっていうね、その気持ちはね、うん、よくわかる、よくわかるけど、あのきつい、ね、定め定め、ね、いい曲ですよね。明日やりたいな、定め定め、明日ライブでやりたいって、うん、いける、うん、そんな前の日に言うな定め、スコアありました？スコアね、スコアねってまた耳コピーしろって言ってる、うん、あ考えときます、考えとこうね、うん、だから先週は、はい、ここに戻ってくるときに、なんかこの定めの歌がね、なんか頭からなんかほら離れないんじゃなくて、 なんかそろーっとさ、なんか悲しいことあったんですか？いやないけどそろーっとなんかいつの間に歌ってたのよ、歌いながら来ていた。ああ歌いながら来てて、そう、だから山崎さんお願いして、ちょっと今日かけていただけますかってことだった。1曲ぐらいはいいからみたいな。1曲ぐらいはね、そう1曲だけだったっけ。いや3曲ぐらい、3曲ぐらいかかってたね、うん、大変なことですね。大変嬉しかったです、うん、でしょうね、うん、そうね、まあね、いい曲ですよ本当に、ね、ちょっとね日本離れしてる感じのこの流れね、メロディーね、うん、うん、だから結構好きな人ってあ聞いたことあるっつってね。そう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 、だからただその逸話真由美さんっていうところに行かないね、行かないね、うん、あいい曲だなって思うけど誰が歌ってるんだろうで終わる感じ。結構マニアックだよね、まあ、でも男性もね結構いるんだよファンの方。ああそうでしょうね、うん、よく聞いてるよって知ってるよっていう方いらっしゃるから、あ多分ねそういう方はねとってもね奥さんが豪快な方だったりね、あら、そうなの、奥さんが男らしい方だった場合は逸話真由美さんの曲を聴きながらね、うん、ああこういう嫁さんだったなって思ってるかもしれないですよ。そんなのある、あるかもしれないじゃないですか。なんでうちの嫁はこんなに豪快なんだろうみたいな。そうなんだ、うん、っていうのそのやっぱりねないものねだりじゃないですけど、あ、そういう部分はないとは言えないんじゃないですかね、男の人の場合はね。なんかそれについてコメントございませんか、うん、それについてコメントは多分ないでしょうね来たら嬉しいな、うん、来たらびっくりしますけどね、うちの嫁はみたいな、うちの嫁は大変な嫁なんですみたいな、うんうん、それだったらいっぱい来ると思うよ。あ、うん、そんなんでもいいですからね、送ってもらったら、へえと思ってでもそういう中にどうでもいい話ってないかな、うん、まあね、うん、どうでもいい話といえばね、もう三栄、うん、あ始まったね。県外の方はあまりわからないと思いますけど、うん、そう三栄の工事がついに始まった ねついに始まったってどこでやんって、ね、あの宜野湾のアラグスクなのはそこ急なじゃないんだろまだ。いやあのユニオンはアラグスク店だから。ユニオンはでしょ。あそうか、急なになるかな、ちょっと離れてるもんね。もうあの道から先ですからね。知ってます？ちょっとわからないですねその話。あのユニオンはわかりますよね。 あっちのですよね、あの降りたと。いや降りない降りない、あのすぐあすぐこっちですか、すぐ後ろ、はい、はいはい、わかります、わかります。そこの、はい、すぐ南面向かいっていうか、はい、もうちょっと先の方、先の方に、はい、前打ちっぱなしがあったの、ゴルフの。あありましたありました、あの後
に あそこ再演ができるんです。知らなかったです。今なんか工事始まったんですよ。なんかあっちに土地あったかなって思ったんですけど、あの結構広いですよ。はい、ありますよね、うん、ちょっとでっかい再演作るぞっつって、らしいですよ。なんか2019年ぐらいにあれですよね、浦添のとこにもなんかライカムぐらいのを作るみたいな。そう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 、はい、はい、なんか金座の後ね。そう、金座の後に作るっていう話です。ですです、うん、なんかあと三栄がなんか今年最高のこう利益を上げたみたいなニュースを、今日だったか見ましたね。そういうの、あ、だからね、もうガンガン行くんでしょうね。三栄イケイケなんだな。イケイケで、ね、三栄イケイケでね、うん、丸栄どうしようみたいなね。今ないよ。もうなくなった全部。いや、っていうか変わったでしょ。あ、そうかそうか、うん、そう、そうかそうか。それ言うなら金秀。あ、金秀はね、金秀は独自路線だからいいんじゃないですか。そうだね、うん、多分大丈夫ですよ。 Going my way だよね。そうです、ユニオンはユニオンでまた独自路線ですからね。そうだよね、24時間空いてますからね。そうそうそう、そうそうそう。なんかあれだよね、いつもほら買い物行ったりとかするときに、うん、向こうのコマーシャルソングがあるじゃない。はいはい、あれってマインドコントロールだよね。ここは沖縄。そうそうそう、あれなんか響くよね。響きますよ。一緒に歌ってたりとかしてさ、うん、俺普通に歌ってるのを店員さんに聞かれて、あ、恥ずかしいとか思ったりしますもん、うんうん、それどうでもいい話、うん、ついつい歌ってしまうっていうね。ね、うん、そういうのって結構いいコマーシャルなんだね。そう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 、だからついつい歌ってしまうのはいいんだけど、はい、あの CD どこに歌うんだろうと思うんですよ。ないですよ ね、 ね、音源欲しい、めっちゃ。あ、じゃあしんちゃん聞いてみようか。あ、聞いてみて、直接本人に、うん、お願いします。聞いてみてください。今度ね、うん、CD なかったら来て歌ってくださいって撮りますからっていうことでやっていただければね、うん、あ、うん、コマーシャルソングといえば、コマーシャルソングといえば何でしょう。うちもなんか作るよね。あ、うちもね、一応ね、作ろうっていう話はなってますよ ね。ただもうね、うち何曲かあるんですよ。え、一番最初にうちの CM ソング作ったのはヨシトなんですよ。あ、そうだっけ。ヨシト君、そうだったね、うん、あったね、確か。そうです、ヨシト君が、カンさんこんなのいいんじゃないっつって、うん、やったのが、そうですね、かれこれ7年前ぐらいですかね、うん、6年、どうだったそれ。それはヨシトに聞いてみないと分かんないね。あら、もう忘れてるよきっと。うん、俺覚えてるけどね。あ、本当？うん、ちょっとだけ触りの部分だけは。どんな感じだった。クールクールクールリサイクルっていう曲、うん、まあ、ヨシト君らしいといえばヨシト君らしい曲ですよね、うん、で次に作ってくれたのがそれこそ先ほどの米原蘭さん。はい、蘭さんね。蘭さん、ビッグの CM ソング作りましたって聞いてくださいって。ライブでやっちゃダメですよいいかも。いや、ライブで蘭さん言ってましたからね、うん、あ、そういえばっつって、ビッグの CM 作ったんですけどこんなのどうでしょうって、ね、面白いかも。すごい、リサイクルビッグっていうこれ後弾く感じの曲でしたよ。あ、ええ、で次は、で次がちょっとブーさんにも作ってもらえないかなっていう、ね、ああ、そういうことか。そういうことですよ、ええ、そういうね、まあ、CM ソングで言えばね、そんな話がありますよね。で、例えばこの今の、私たちのラジオの放送の間に挟んでるミュージックバー F の CM ソング、うん、それとハッピーリングの CM ソング、これはもう両方ともブーちゃんが、そうだよ ね、 ね、曲作って、 F の方はブーちゃんが曲を作って、僕たちが歌詞考えて、うん、で30分ぐらいで作ったっていう。そうだよね。でハッピーリングの方はブーちゃんがほとんどやってて、それをみんなに乗っかってやったっていう。そうそうそう、ですよね。ブーさん即興得意だよね。うん、天才だよね。あの人はね、何なんだろうね。ね、うん、面白いよね。そうそうそう、すぐできちゃうもんね。うん、ご飯を食べるときに、うん、お箸を左手に持って、うん、ご飯を食べるようにすると、うん、リードギターが弾けるようになるっていう。なんだそれっていう。これ言われたことあるんですよ。言われたことがあるんですよ。本当。てっきり今はね、今の話は、うん、はい、左でお箸を持って食事をしたりとかっていうことをすると、ええ、知恵が回るというかさ。そうですね。違ういつも使わないねところを使ってこうするわけですから、うん、このね頭の回転がねっていう話だとは思うんですよ。それも一緒。ブーさん曰くこれを使ってやってると
次第 ある日突然頭の中でプチプチプチって音がするらしい。なんか切れてんじゃねえと思うけど思うけど思うんだけど、うん、そのプチプチプチって来たら、うんね、今まで弾けなかったリードギターが弾けるようになってるってらしいよ。それ思い込みじゃない、うん、いやだって実際弾けるようになってるもん。どうさん、あ、そっか、それをやってから弾けるようになったんだよって。だからパンさんもやってみてって言われて、しばらく僕やってましたよ。だから、うん、でできた、しばらくやってて、でそれから現場入るようになったら今度は左手で食べてる時間がないんですよ。ああ、そっか。それでもう右でずっと一生懸命食ってやってたもんですから、最近やってないですけどね、だけどプチプチプチって言うまでやってみようかなと思って。じゃあお聞きの皆さん、まあ、ギターに限らず、はい、知恵が回るようになる。いや、頭の中でプチプチプチって音がするらしい。とりあえずそこまでやってもらったら、うん、何かがすごくなるかもしれません。何とは言えないですよ、その人が今やりたいことですよ。あ、うん、だってギターのためにご飯関係ないでしょ。いや、だからただ使わない手を使ってやることによって、うん、左手がよく動くようになるということじゃないですか、彼が言ってることは。うん、で、佐野、左手ですか右脳ですかね、どっちに作用するっつったら反対か、うん、じゃないですか、多分、多分ですよ今ね、ただ単にそういうあれで言ってますけど ね、うん、だと思いますよ。だから左手でこうやったらキーボード左だけ速くなるかもしれないね、面白い。でもぜひ試して見ていただいて、はい、でなんかそれによって変わったことがあったら、はい、ちょっと一歩いただきたいですね。そうですね、うん、だけど物忘れがひどくなったとかそういうのはダメですよそういうのは受け付けないですよ。僕それ絶対多分ね、左っていうのは関係ないです、全然関係ないと思います。何かが良くなるはずなんですよ、使わないところをね方を使う、その左手ネタで行くんであれば、例えばいつも鍵閉めたかなとか、火消したかなとかって、物忘れ、要は、うん、意識せずにやってしまうと、はいはい、外に出てからあれって心配になったりするんですよね。だけど、あ、それあるな。これを左手でやると結局右でやるときはもう当たり前にこう閉める開くとかっていうのは、うん、いつもやってることですから、はい、意識しなくてもできるわけですよ、うんうん、だから左手でやると右手でやってる逆に動かさないといけないわけですよね。あー、なるほど。で意識してやらないといけないから忘れないっていうのを10年ぐらい前に、うん、テレビじゃないな、本で読んだのかな、書いてありましたよ。なるほど、うん、だからなんかほら忘れちゃいけないこと、うん、で左手でやっても支障がないことですよ、ね絶対こぼしちゃいけないっていうものを左手でこんなことやってたらね、それこそこぼれますからね、うん、え、だから左手継ぐとかね、うん、左手継いじゃダメですよ、うん、熱いお茶とかね、こぼしたらめっちゃ熱いですからね、鍵を閉めるとかね、そういうことですね。なるほど、うん、でも鍵閉めてちゃんと右手でこうやってガチャガチャ確認してくださいよ閉まってなかったりしてね、うん、左手でやったから鍵閉め忘れたさって言われたらね、それは確認するでしょ普通っていうね、うん、ことしか言えませんのでね、苦情は一切受け付けませんただ自己責任においてね、何かこの左手を使うことによってね、脳は活性化されるはずなので、はい、やってみてください、ね、でプチプチプチって音が聞こえた人は、一応連絡ください。なんか何かが優れたものになる、そうそうそう、なんかすごいことになってるはず、うん、はず。だけど本当に物忘れがひどくなったのだけは受け付けない関係ないから絶対ね。ということで、もう、ね、前半グダグダな話になってしまいましたけど、後半はですね、まあ、おすすめの曲というかね、皆さんご存知の曲ではあるんですけども、そういう曲かけながら、お送りしていきたいと思います、はいはい、後半もよろしくお願いします。どの曲からいきますか。トゥルーカラーズ。トゥルーカラーズから、はい、はい、あ、ミュージックバイフみんな来てちょうだい、あなたの赤い糸を。トゥルーカラーズって
探してあげるわ。どっちがいいですかね。ウィールロック先がいいかな。ビールロック行って、はい、ビールカラーズ行って、ズーのチューチュートレインはどうしますか。いいです。あ、なしで大丈夫ですか。はい、OK です。ああ、一旦終了します。保存するんですよね。あ、はい、お願いします。難しい。あ、キャスターとそのまま流れるのねっていうのは、この CM 中ですかね。CM 中の話も流れるのねっていうことですね。そういうことですね。そうなんです。そのまま流れるんです。あと一曲なんかないですかね。なんかお話あります？あ、なんか昨日カラオケ行ったんですけど、はい、去年リリースされた曲歌ったんですよ。そしたらなんか友達がビージーズのステインアライブに似てるねって言われたんですよ、はい、似てるのかなとか思って、それ聞いてみないと分かんないね。そうですね。あ、そうです。あ、曲開けます。はい。ちょっとストリームをお送りしております。なんかね、CM 中に山崎さん昨日カラオケ行ったらしいね。そうですね、昨日カラオケ行きましたね。どんな、よく行くんですか。いや、でも月に 1,2 回ぐらいですね。あ、結構行ってる方ですよ。あ、そうですか。え、そうですか。え、そうですか。私たちにすれば。ああ。いや、ほら、だから自分たちもライブをしない時は結構行ったじゃないですか。昔はね。昔はライブがあるってなるとカラオケがね、はい、あまりうん、そうなんですよ。なんでかわからないですけど行かなくなるんですよね。あ、ただ、はい、今行くときは練習しに行きます。あ、練習しに、カラオケじゃなくてギター持ち込んで、はい、あ、なるほど、防音ですから。そうそうそう、それもあって、そうそうそう、もうギター持ち込みでライブの練習してですよね。やっぱ貸しスタジオ借りるよりは安いんですか。だいぶ安いんじゃないか。だいぶ安いですか。だいぶ安いし、例えばですよ、練習中の曲なんかでいくと、うん、実際その曲かけれるじゃないですか。あ、確かに。あ、かけながら弾きながら、あ、ここ、こうなんだみたいな。あ、なるほど。歌いながらみたいな。あ、へえ、ね、だからいい勉強というか、はい、うん、になる。あとか、あの、この歌詞というか、あれがありますよね。デモがありますよね。 あります。で、あれで何年頃っつってそれを調べるじゃないですか、はい、そうすると、その頃の、あ、忘れてたっていうやつが出てきますよね。あ、はいはいはい、出てきます。あ、この曲今度ライブでやってみようみたいな。あ、そうそういうのが結構あるんで、だからそれぐらいですかね。それぐらいでも、ええ、うん、じゃないかな。カラオケそれぐらいですか。それに、はい、あの、ちょっと小腹空いたらなんか食べれるし。確かに、まあ、こっちは大体食べるのもいいんですからね。食べ物が美味しいとかね、うん、結構ね、安く食べれるところで行きますよね。あ、でも結構あれですよね、はい、どんな曲歌うんですか。いや、でも結構バラバラですかね、はい、バラバラ。たま、要するに、先日は何を歌ったんでしたっけ。先日っていうか、まあ、昨日行ったんですけど、はい、昨日歌った曲ですと、ジュリー&マリーとか。ジュリー&マリー世代ですか。いや、世代では全然世代ではないですけど、普通にもう有名なんで。ああ、はい、とか、あとはウィザーって分かりますか。え、海外のバンドなんですけど、はい、ウィザーと、あとは、サチモスっていうバンドと、はい、まあ、本当年代問わず歌いますね、はい、あ、そういう感じです。サチモス？サチモスっていう。ニッチもサチモのサチモス？ニッチもサチモ、いやいやではないんですけど、まあ、サチモスっていう。あ、はい、なんかいろいろ歌います。あ、そうなんですね。ジャンルには問われませんね、はい、お、ラップとかの曲も歌いますし、すごい、バラードも歌いますし、聞いてみたいね。いやいや、全然上手くはないんですけど。いや、全然勢いで、はい、いや、
そ勢いありますね。まあそれでなんかそのまあその CM 中も言ったんですけども、なんかそのサチモスっていうバンドを歌ったら、なんかそのビージーズに似てるねって言われたんですよ。はいはいはい、自分は似てるかなって思ったんですよね。ビージーズの何の曲とかってあったんですか？ステインアライブっていう曲なんですけど、あ、まあ、有名な曲です、有名ですね。じゃあまずそれステインアライブから、お願いします、はい、さあ、まあ、有名な、はい、ディスコの1978年ぐらいですかね。1978年、危ねえ、ギリギリ生まれてる。はい、この曲チャールストンダンスかな、ダンスダンスが流行ってたのかな、こう足を上げるやつ、足を上げるやつ、足を上げるやつ、足を上げるっていうかね、あのステップステップでもないけど、ちょっとこの頃流行ってたんじゃないかな。ね、ラジオ聞いてらっしゃる方には聞こえてますけどね、スマホとかの方はちょっと聞こえないですからね。リッスンラジオ、リッスンラジオね、無料アプリですから、リッスンラジオっていうのをダウンロードしてから、それから聞いていただければ曲も聴けますんでね、はい、こんな感じの曲を歌ったの？いや、自分は全然似てないと思うんですよ。あ、そのサチモスの曲を流したいと思います。はい、はい、聴いてください。ガンってくる。おお。似てないですよね。ごめん、友達連れてきて。似てないですよね、これは。どういうあれだったのか全然わかんないんですけどね。どうなんでしょうね、この縦乗りのリズムというか、はい、ここだけに反応した感じですか、ね、ああ、なるほど。しかもこっちの方が早いですしね。そうです、早いですよね。まあ、眠く、ちょっとあれ、夜遅かったんで、ボケてたのかなみたいな。ね、もうちょっともう眠かったのかもしれないですよね。はい、あ、まあ、という話でした。どうでもいい話でした。、はい、でも結構ね、そんなのありますよね。自分は似てると思うんだけど、はい、人から見たら全然似てないとか。あ、なるほど。あの、逆に言えばみんなが似てるって言うんだけど、自分が見ても全然似てないっていうのもありますよね。はい、まあまあ、その辺かな。その辺じゃないかな、多分だと思います。っていうか、これ歌ったんですね。あ、これ歌いました。ええ、あ、これ、ええ、いや、そんな全然似てないんですけど、雰囲気で。雰囲気で。雰囲気で歌いました。雰囲気でこれ。でも雰囲気大事ですよ。じゃあ、ちょっと今度カラオケ行った時は一緒に。はい。歌ってみたい。忘年会の話したよね。そうね、忘年会しましょうっていう話しましたよね。もう年明けちゃいましたけどね。じゃあ、明けましたね。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もね、あの、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ね、ということなんですけど、忘年会が終わったんで、はい、もう新年会しかないです。そうですね。はい。あの、ビアーにも行かないといけないですね。そう。ね。うん、そうなんだよね。そうそうそう。で、それとね、もう一箇所ね、この間も話しましたけど、あの、そこのね、あの、ちょっと焼肉屋さん、あ、ね、焼肉食べに行きましょうよ。美味しいですよ、ね、焼肉食べに行ってビアに、あ、もう最高です ね、 ね、歩いて行けますからね、ちょっと遠いけど。確かに歩いては行けますね、全然。こっちから行くと同じぐらいの距離ですけど、あっち行ってこっち行くとね、まかける3ぐらいですからね。そうそうそう。で、あれだよね、はいはい、何でしょう。いや、ちょっといい、焼肉屋さんって言ったらさ、はい、500円500円。
500円でワンコインで、うん、はい、ビビンバ、美味しいビビンバが食べられる。でこうわかめスープがついて、あ、キムチとついて、はい、500円、安い。これは言って大丈夫なんですよね。うん、当分、はい、当分やるって言ってました。当分やると。え、お正月も2日も3日も開けたんですよね、確かね。そうね、そうですね、もう、そうなんですよ、やる気まんま、うちと一緒、やる気まんま、はい。年末年始全く休まず今日まで来ております。あ、はい、休み休んだら多分もう次の日来れないでしょうね。ああ、ね、もう12月から1日も休んでないです大丈夫かっていう感じですけどね、はい、え、大丈夫です、はい、大丈夫ですとかそんなのどうでもいいやはい、じゃああれですよ、はい、ちょっとね、先週の続きになりますけど、クイーンの曲で1曲、皆さんに、もうこれは誰でも知ってる曲、うん、だけどクイーンっていうのを知らない方もいらっしゃることがまあまああるので、クイーンの曲ですということでお送りします。 We will rock you。 これコマーシャルも使われてるもんね。コカ・コーラかなんかに使われましたよね、うん、確か、うん、コマーシャルもそうだし、あとはほらもうバラエティとかでもすぐこれ使うじゃないですか。あ、確かに入場曲だったりとか、なんか盛り上げる部分で使われますよ ね。このリズムがやっぱすぐ、まあ、乗りやすいですし、うん、聞きやすいですよね。世界ハンドボールの応援の時もこれやったんだよ。あ、こう拍手ですから、みんなでどんどんこうズンズンチャップできますからね。だからその会場っていう世界ハンドのために組んだやつだったわけ、うん、でこの、まあ、組んであるでしょ、うん、でその上でみんなでどんどんやるから、うん、やめてくださいそりゃそうだね、うん、で言われるけど、その時はその僕の後輩の高校生、まだ高校生ね、学校ごとに来てたから、うん、そうそうそう、高校生たちだったからやめるわけないよね、うん、やめてくださいと言われてさらに激しくなるっていう ね悪循環でしたねそうそうそう、そんなこともありました。ちょっと落としてもらっても大丈夫ですかね。はい、ということでね、クイーンの We Will Rock You を聴きいただいたんですけれども、でこの曲もいろんなところで使われますよね。そうですね、もう CM だったりとかもなんか、ね、スポーツのところでも使われますよね。そうそうそうね、やっぱテンション上がる曲、はい、うん、なんかやる気が出るみたいな。あ、出ますね、うん、もうだからさっきその流してる間も言いましたけど、はい、それこそ僕がもう学生、大学生ぐらいの時、あの世界ハンドボールっていうのがね、大会がね、はい、あの熊本であったわけですよ、はい、で、もうヨーロッパからサウジアラビアからなんかもう全部皆さん要は来るわけじゃないですか、はい、代表の選手が。そしたら応援する人いないわけですよね。あ、代表つって来ても、はい、うん、でどうしたかっていうと、その熊本の高校生、はい、高校がありますよね、中学高校とか。ありますあります、ああいうところが何日のどの試合のどっち側の応援はこの学校っつってから持ち回りでみんな行ったわけですよ、はい、そうそうそう。でその時も、まあ、大学とかもね全部そうですからね、で、行ってこの曲っていうよりもこのリズム、リズムズンズンチャンのズンズンチャン、そう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 、はい、このリズムをねみんなやって、だけど言えるところは言うっていう、その We will will rock you、はい、そこだけはちゃんとみんな言うっていうね、うん、あとは全然何を言ってるか聞き取れてもいないからズンズンちゃんでごまかすっていういやでもやりやすいですよね。そうそうそう、とってもやりやすいですよね、はいはい、だけどこれのプロモーションビデオは、うん、とっても寒い冬の中で、あ、冬の雪の中で撮ってるんですよ。あ、そうなんですか、ええ、そうそうそう、息も真っ白、鼻も赤くてみたいな、うん、なんでこんなところで撮ったのみたいななんか全然あれ違いますね、なんか想像してたのと、そうそうそう、うん、イメージと全然違うんですけど、これのプロモーションはねまたね
そのイメージを持って、この曲のイメージを持ってみると、はい、なんでこんなところでやってんだろうって思いますよ。うん、これはこれで面白いですよね。そうそうそう。でまたこれこの時代ですよね。次の曲もね。うん、次はまたねもう全然違う感じのね、女性アーティストの曲を、お聴きいただきたいと思いますけれども、もうこれもね知ってる人はいっぱいいます。シンディ・ローパーで True Colors。この入りでもね、すぐわーって思いますね。独特だよね。そうそうそう、シンディ・ローパーね。これ分かるでしょ。はい、ね、有名ですね。だこれもライブでやろうと思って、はい、コードとかは取ってあるんですけど、歌詞とか、はい、このイメージに入り込むのがなかなか。ああ、ちなみにどういうイメージでやるんですか。あのね、基本何もない感じですよね。あ、で月があって、はい、どっちかっていうと、まあ、周り水がある感じの、ちょっと静かな雰囲気。そう、その静かな雰囲気の中でっていう。で PV も大体そんな感じなんですよ。あ、そうなんですか。うん、あのね、摩訶不思議な感じです。摩訶不思議な感じ。この頃の人たちは摩訶不思議な人が多いですいやでもなんかサカナクションっていうバンドがいるんですけども、はい、その人たちがなんかこの今でも PV とかって普通になってきたじゃないですか、ミュージックビデオとか PV でもうなんかこう印象付けたりとか、はいはいはい、もうその先駆けだったのがもうクイーン、自分たちの中ではクイーンだったっていうこと。クイーンのあの We Will Rock You とかあの、いろんな曲あるじゃないですか。あれはあの PV すごかったと言いますね。今のやっぱバンドにもこの世代の人たちはそういう繋がってんだなと思いますね。あのね、そうクイーンのはね、あのライブビデオとかはすごいかっこいいんですよ、はい、で PV は本当にね笑えるなんか衝撃的なの。衝撃的ですよね。あれなんでみんな女装してんだろうなんでこれやって思いますよねだけどね、はい、曲はちゃんとしてるしね。そうギャップがすごい、またこれもすごくて、やっぱあの時代にやっぱテレビとかがやっぱりもうどんどん最盛期になってきてた、ラジオからテレビになる時代だったので、もうそれにもうガツンって合わせてたのかなとか思います、ね、そうね。あ、じゃあ下げますね。あ、はい、はい、ということでね、シンディ・ローパーのトゥルーカラーズをお届けしてますけれども、これもね、うん、僕一番最初に聞いたのは小学校か中学校ぐらいの時に、まあ、多分小学校ぐらいの時に最初ラジオで聞いてるんですよ、うん、で、あ、なんかいいなって思いながら、うん、でうちの姉ちゃんが多分 CD 持ってたんですね。でそれで、あ、すごいこの曲名トゥルーカラーズっていうのと、うん、あ、シンディ・ローパーっていう人なんだ。で CD をやったんですけど、次に見つけたのがレコードだったんですよ。おう、ただレコードのジャケットがすごかったんですね。ああ、何なのこの頭爆発した人は確かにあの頃のね、それこそまあ30年ぐらい前のこのね、日本のこのアーティストというかミュージシャンの人たちでもあそこまでぶっ飛んでる人いないですよね、なかなかね確かに今もそうですからね。そうなんですよ、変わらずに。そう、今も変わらず全然年老いてないっていうか、もう、ね、髪もやっぱりバーンってこう、そうバーンってバーンって感じ、本当バーンって感じですよバーンってもうそれが一番ぴったしの、ね、感じですよ。ただシンディ・ローパー、空港でね、はい、何でしたっけ、
飛行機が飛ばないとか飛ぶとか飛ぶだったら問題にはならないと思うんですけど、飛ばないのか何か問題があった時にすごいお客さんが、はい、ブーイングでね、ブーイングで、はい、もうちょっとねその航空会社に対して暴動みたいになりそうだった時に、はい、シンジロバが放送用の、はい、空港の、はい、あ違う空港用のそうだマイク持って歌ったのかな、アカペラで確か、空港ですか、空港で、それでそこがなんと収まったというね。いやー、うん、すごいですね。そうそうそう、多分ね日本人だったら、はい、例えばですよ、そこで誰かそういうすごいビッグアーティストがそういうことをやっても収まらないと思います、うん、ねこんな時に何やってんだお前みたいな、まあ、逆にねありますね多分おそらく、うん、はい、いやこんな時にって言われてもねみたいな、ね、うん、だけどそれでね こんなやってねってわざわざやってくれたんだみたいなので拍手が出るっていうのは海外だからでしょうね、それとシンディ・ドロッパーだから、そうシンディ・ドロッパーだから、まあ、あの人の活動もねいろんなね、やっぱりそういうすごいもんね、とね事前事業じゃないですかね、うん、そういうことされてますからね、うん、やっぱその辺の人柄っていうかね、うん、そういうのもあってでしょうね、ですね、うん、ファンがいっぱいいるってことだよね、うん、出なければ収まらないよね、うん、普通だったらね自分ここにいますよなんて言わないですもんね、言わないですよね、うん、もうできるだけ目立たないようにって、はい、マスクして、ね、サングラスしてみたいな、買って出るのすごいっすね、こんな話をしてるうちにもうあと6分切りましたはい、タイムリミット6分切りましたよ。今日はいつもあまり見できないよ、うん、大丈夫、さっき BGM かかってくれたそうですね、そうもう自分の頭の中で歌ってる、ね、じゃあと1曲何いきましょうか、何いきますか、ね、せっかくもうせっかくですからね、もうごめんなさい、はい、さっきちょっと一旦あれしたんですけど、あ、はいはい、ね、やっぱり今月の27日にミュージックバー F でまあ、ソロライブですよねこれね、サポートがランさんですからね、そうそうそう、されます、ズーのさつきさんのね曲なのかな誰が作ったんだうん、チューチュートレイン、この曲をね聴きながらお別れしたいと思いますけど、時間的にどうでしょう、もうちょっとトークが必要ですかね、あ4分ぐらいなんで、ちょっとそうなんだ、こうね、これね、はい、尺をね、もっと頑張れよと、はい、もう頑張れないって言ったらどうするんですかね、 ね、あだけど、あれですね、例えばですよ、はい、来週でもいいですし、うん、皆さんがね、例えば聴いてたとか、はい、すごい思い出に残ってる曲とかね、あ そういうものをね、はい、あったら、そういうリクエストもしていただけると、山崎さんが探せる分は、はい、探しますので、はい、お送りできるということなんですけれども、うん、その場合ね、ツイキャスとか、パソコンなんかでお聞きの方はですね、パソコンでお聞きの場合は FM ギノワンのホームページの再生ボタンから再生していただけると、もうその曲も一緒にお楽しみいただけます。でスマホでお聞きの場合はですね、無料アプリリスンラジオ、こちらをダウンロードしていただいて、で全国のラジオ局から九州沖縄をクリックしていただいて FM ギノワンを選曲という形にしていただくと、これ CM なんかも全部そのままいくんですかね。そうですね、はい、今ねなかなかお聞きいただけないこの間に挟んでる CM とかね、こちらで流してる曲、それも、同じように聞いていただけますので、ぜひそういう形でリクエストもいただけたらと思います。よろしくお願いします。では、今日はズーのチューチュートレインを聞きながらお別れしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。これですよね、これですよ、うん、びっくりしました。だから、はい、FM コサで遠足くんが、はい、このズームのチューチュートレインの時に、いくつだったって言ったら、はい、僕平成元年生まれなんですよって言って、だから
1歳か2歳ぐらいですかね。え、そんなずっと前なんですか。僕らが中学ぐらいの時の曲なんで。そうなんですか。うん、1990年代に活躍したアーティスト。そう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 。あ、ありがとうございます。あ、風味の愛してる。うん？あ、次のやつですか。あ、次のやつですね。これ多分ユーストとツイキャスそのまま見てたら、はい、曲は流れないんですよね。そうですね。ね、あれ寂しいんですよね。あれ寂しいですね。せっかく曲を、曲がね。パソコンでお聴きの方は FM ギノアのホームページの再生ボタンからですね、聴いていただくと、曲も聴けます。でスマホでお聴きの場合は無料アプリリッスンラジオで、ね、ダウンロードして全国のラジオ局から九州沖縄をクリック、 FM ギノアを選曲していただくと、ラジオで放送されているものと全く同じものが聞けますので、ぜひそちらの方で聞いてください。よろしくお願いします。ライブだ、どうしよう。新しい曲は何も仕込んでないぞ。タキさん、はい、まあ終わってますね、ここさ。いや、はい、まだ大丈夫。そうですか。うん、さっき、とか言ってたから。さすがにその時は起こしましたけど。はい、そうじゃないですか、寝息が聞こえた。寝息が。ツイキャスのコメントにも入ってる。ああ、2V してるって言ってた。ですよ。